はい、おはようございます。本日の入荷速報です。はい、1.1 の水イカです。まずははい、で大物ですね。大物は今日は1匹しかいませんでした。糸引き味 3.8 の立派なやつですね。そして浜笛吹きは1匹のみです。2キロ。はい、今日はちょっとお長のあんまり状態良くないと思うんですけど、あのメジナエですね。あの夏なんでちょっと痩せてるんじゃないかな。 1.5 キロのメジナエですね。はい、そして、小さいですけどコンマ6のヒラメと、今日はこう珍しくは下ビラメが取れてました。1キロの下ビラメですね。はい、まあまあの肉厚だと思います。いっぱいです。はい、ぜひあのシェフの方あの買ってください。はい、そして、次マダイ、久しぶりに取りましたマダイ 3.7。 色も立派ですね。おそらくこういう色だったら 3.7 ですけど、はい、メスだとは思うんですけどね。はい、色は最高のマダイです。そして、これまた珍しい商品ですね。本日の一押し商品、はい、2キロの、こいつはですね、あの横用って僕らは沖で言うんですよね。だいたい太平洋をこう海流に乗って流れ藻と一緒に横用っていう名前の通り、こんなして横になって泳いで小魚が近づいてきたらパクッと食べるやつですね。決してこれ赤目ではないです。目の色が違いますよね。はい、これはもう松鯛って言っては本当に高級なやつなんで、1年に10枚取れるか取れないかですね。ほとんど物流してませんので、ぜひこれもお試しください。はい、そして、大物ラストドラゴンですね。はい、 0.9 と 0.8 ですね。ちょっと 0.8 はちょっと欠損してますけど、タチウオってこう食べ合いするんですよね。だからまあこれ2本とも一緒の定置に入ってたんですけど、おそらくこの子がこの尻尾をかじったんじゃないかと思います。まあ尻尾の方なんで別に全然影響ないです。肉厚ですね。はいはい、それでは注文の一つ、はい、注文の、はい、糸引き味のまあまあの方ですね。そして、ヘタイ、はい、とこれは青ヤガラですね。これもお刺身で美味しいです。切るときはですね、スーッとこう切っていただいて3枚に落として、皮もスルッと剥けますので、はい、試してみてください。はい、そしてもうお盆が近づいてきましたんで、いよいよもってアジも大きくなってきました。 200g サイズから100g サイズ、はい、はい、そして定番の、うちの定置では定番のカマスですね。マガマス、はい、で小物です。小物とはいえども、肝立ち、そして定番の豆味、そしてですね、今日は小物の中にあるんですけど、これがサバフグですね。いよいよ持って取り始めました。これもお盆前後に来る厄介、僕らにとっては結構厄介なんですよね。網を相当破るんで、このフグはですね、イワシとかの群れを追っかけてきてます。まあ、唐揚げとか最高なんで、ぜひ食べてみてください。それとこれも夏、ちょっとしか取れないんですけど、高知県では結構高級魚だそうです。ツバメコノシロというやつですね。ものすごいレアです。これも、はい、肉質も何とも言えない肉質ですね。美味しいですこれも。はい、そして、これも定番ですけど、片干しイワシですね。少々脂抜けてきましたけど、まだまだ骨切りをしてお刺身とかでも美味しいです。はい、そういうことです。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。